はようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。すみません。はい。写真を撮ってもいいですか？はい、いいですよ。で、僕はやっぱりこの写真の街のイベントがね、ずっと30数年続いてきた。で、このイベントをやるときに職員だけではできないわけですよ。で、職員が商工会の関係の方とか、あるいは農業の関係との方とか、あるいはその主婦との関係の方とか、町民と深く関わりを持たなければいけない。それで職員がこの住民と手をつなぐというかね、そういうところでもやっぱり違うと思うんですね。で、役場の職員って頑張ってるなというのをやっぱり住民の一人一人が見るわけですよね。で、彼らがあれだけ頑張ってるのは私たちも何かお手伝いしようやということになっていくんじゃないかと思うんです。ですからまさにこの写真イベントとかっていうのは共同で共に働くとかいろんな共同ありますけども、まさにそういうことで、職員にやる気がなかったら、やはりこんなことになってなかったと思いますね。このフェスティバルも毎年開催されるっていうことで楽しみにしていて、その来た人たちと交流したりだとか、はい、来た人たちがまた何か持って帰ってもらって、新たなこう東川にいろんなものをもたらしてくれたりとか、そういうことがあるので、自分でこう働いた分何かが返ってくるっていうことがこうずっと循環しているので、それが自分のモチベーションかなというふうに思います。ありがとうございます。觉得很新奇，然后很兴奋，因为认识了很多不一样各国的人，然后也学习到很多，他们的一些摄影的思维，不一样的想法，也交流了很多作品，所以觉得很开心。就是不管这次有没有得奖，但是收获也蛮多的，这样就够了。
าเมืองนี้ก็มีธรรมชาติมีภูเขาอะไรแบบนี้ก็ชอบเมืองนี้แบบมันคืออยู่กับธรรมชาติความเจริญมันอยู่กับธรรมชาติได้คือแบบเรามาอยู่นี่คือทุกอย่างสนุกสบายมากๆเหมือนกับคือไม่ได้ทุรกันดารอะไรแต่เป็นเมืองเล็กๆเฉยๆแค่แบบคนอยู่น้อยร้านน้อยแล้วก็อากาศดีท้องฟ้าสวยกว่าที่อื่นHikashikawa is a very nice, very unique place. It's small, quiet, not many people here, but it's very friendly, very warm, because the people in Hikashikawa, they are very nice. And through the photo festival, all the people of Hikashikawa, they show their hospitality to us or to foreigners.So I think this photography connects people very well here in Hikashikawa. やっぱり甲子園はその競技制というかその大会なので順位を争うっていう部分が結構メインで、でもこの国際フェスティバルの方は今回交流、はい、国際交流でそっちが主な目的だったので、はい、まあ、そこのこう住み分けというかそういうことをどう考えようかっていうことの方がまあ難しかったかなというふうに。ทุกคนพอมาที่นี่วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่แพ้ชนะนะคะแต่อยากให้สื่อสารการผ่านทางรูปถ่ายเป็นหลักนะคะแล้วก็สื่อสารความประทับใจที่เกิดขึ้นที่เมืองฮิกาชิคาวะไปสู่คนทั่วโลกสู่เพื่อนๆของชาติตัวเอง
this festival is a good environment for them to learn, not only about the photography, but about the relationship, about the friendship, about the how to, for them how to connect with people, the local people, how to connect with each other. That's, I think, that the good environment for them to learn. I would like to give you two questions. First one is, may I take a picture? What do you say in Japanese? Hai, arigatou gozaimasu. Second one is, where are we now? Hai, arigatou gozaimasu. で、文化的な自由をやることによって、我々の町のいろんな文化資産が掘り起こされましてね、それらを発信することによって多くの人たちに来ていただく、来ていただいた方が地元の人たちと接して、そして消費が生まれて、あるいは雇用が生まれてということになってきますので、そういう文化的な事業というのはある意味町を支えるね、一つの大きな要素になっているというふうに思います。ここまで来るのに長い涙もあり、すごい努力がありました。その努力のがやっと実ったと思います。 Feels great in Japan. I'm so happy. So good, it's so good. So damn good. One, three, good job. One, two, three, good job.我々としてはですね、今まで持続してきたものですから、これはやっぱりその未来に向かって持続をさせていくと、
で、まあ、四半世紀が過ぎたとか、あるいは過ぎようとしているところがあるわけで、やっぱりこれは半世紀にし、さらにそれ一世紀というふうにね、未来につなげていくということがまず大変重要なことじゃないかと思うんですね。で、合わせて国内外に対して、国内ばかりではなくて海外に対してもやっぱりしっかり情報発信をしていくということが大切なことではないかと思うんですね。そうですね、やはり世界にこう向けて発信するというのは容易なことではないと思います。ただこう写真というツールを通じて文化も言葉も何もかも違う生徒たちがこの1週間で本当に仲良くなれるということ、これは本当に東川が目指す写真文化使徒というものを体現するようなイベントなんじゃないかなというふうに思います。でこう世界大会としてこう世界の憧れの場所としてこうなっていく、東川がこう写真を通じてこう文化を発信していくというようなことが本当にできるということになれば、この大会の意義というのは本当にあるんじゃないかなというふうに思っています。受けた時にいつでも笑顔で接してくれる東川町の人 と一緒に大会に参加してくれたみんなと運営してくれたスタッフの皆さんに感謝をしたいです。ありがとうございます。我々は特に東川の役場の職員というのは自分が行政マンだというふうにあまりきっと感覚としてきっと思っていないと思うんですね。でそういう中で大会を通じてこう参加してくれた選手の皆さんにどう楽しんでもらうか、でどういうふうにこう嬉しいと思っていただくか、そしてまたどうやって東川にまた来ていただきたいなと思えるかというようなことをずっと考えてやってきたので、やはり帰るときに皆さん笑顔で参加者同士が抱き合って、また会いたいねって言って帰ってきて、で東川にまた来たいって言ってもらったときにすごくこう嬉しかったなというふうに思いました。そうですね、我々としても本当にやりがいのある大会だったんじゃないかなと思います。